はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。村野さとしです。今回はですね、チャット GPT についてお話をします。はい、昨年ですね、12月の30日に向山形社会研究会神奈川のセミナーに講師として参加させていただきました。私最後に30分間の講座を持たせていただいたんですね。で、単元は5年生の自然災害のところですね、小単元ですね。で、そこを扱ったんですけども、まあ、こちらの方の動画はまたいつか公開したいなと思うんですけども、その中で私ね、チャット GPT をね、使ったんですよ。で、これまでの調べ学習はね、やっぱり資料だとかネットだとかを使って、まあ、何か調べたりっていうことが多かったと思うんですよね。で、今チャット GPT が出てきたので、これを使って調べることができないかなというので、7時間のね単元なんですけども、そのうち2回使いました。ただですね、チャット GPT というのはまだね、若干不正確な情報が入ってくるんですよ。ですから、これから調べようとしていることがね、こうたくさんある中、ぐわっと絞ってね、で、その絞った中で、こう表記してくれるのでね、その一つ一つをちょっとチェックする。まあ、その時に今まで使ったような資料を使えばいいと思うんですけども、まあ、狙いを定めるのには非常にいいんですよね。例えばね、私がセミナーで行ったチャット GPT の使い方の一つなんですけども、まあ、自然災害ですからね、まあ、チャット GPT で、こういうことを調べさせたんですよね。水害の際、持ち出し袋に何を入れておいたらいいかっていうことなんですね。で、これをただ水害の時にね、持ち出し袋に何を入れておいたらいいんでしょうかって、こういうふうに聞くと、まあいっぱい出てくる可能性があるので、重要なもののベスト5を教えてくださいというような指示にするんですよね。そうすると5つ出してくれます。まあ、その5つが本当にその調べた人にとってね、ベストなのかどうかっていうのがね、その後の調べ学習の内容になっていくわけですよ。ですから、チャット GPT である程度的を絞って、その絞った中で本当かどうかを調べていったり、話し合いをするという、まあ、そういう展開をね、ちょっと提案させていただいたんですね。まあ、それでもね、ちょっと難しい文が出てきた時には、こういうふうにね、追加するといいんですね。もっと小学5年生にも分かる簡単な書き方で教えてくださいというふうに、プロンプトですね。そういうプロンプトを打つことによって、さらにね、それを5年生でも分かりやすい文章に、まあ、5年生でも読める文ですね。そういうものに変えてくれるんですよ。まあ、そういう事例をちょっと紹介させていただいたんですね。ただね、なんか、チャット GPT は小学生、公教育ではね、使えないということになってるようなんですね。まあ、だから宿題でね、家でちょっとやってくると、まあ先生がやってみせてね、でこれでいいのかどうか検討してみようっていうような授業は考えられると思うんですよね。で、まあ今2024年になりましたので、そろそろね、この2023年に生まれたチャット GPT をうまく活用できるような方法がこれから求められると思うんですよね。まあ今ね、チャット GPT も出てきたばかりで、まあいろんなことが言われていますけども、私はね、最近そのパソコンでね、チャット GPT やったり、まあ、あのスマホでやったりしますけども、あの非常にね、滑らかに言葉が出てくるようになりましたね。最初はちょっとこうおどおど出てくる感じだったのが、うん、今はね、スーッとね、出てきますね。だから、まあ、本当にね、皆さんも活用するときには、まあ、条件ですね、小学校5年生にも分かる書き方で教えてくださいというの。で、あと質問の中身ですよね。水害の際、避難所にも持っていく持ち出し袋に何を入れておいたらいいでしょうか。そして範囲ですね、重要なもののベスト5を教えてくださいと、まあ、この3つを入れて、聞くとね、まあ、結構詳しく出てきます。で、さらに難しかったら追加で、もっとね、小学校5年生にも分かる簡単な書き方で教えてくださいってやると、本当に簡単になって、5年生でもこれを見れば多分理解できるなっていう内容になっていきますのでね、まあ、そんな風にチャット GPT をね、この2024年使っていくことがね、やっぱり大事だと思うんですよね。学校で使っちゃいけないってなったとしてもね、まあ、これは先生は使っていく必要があると思いますね。で、なんかね、今チャット GPT ばかり有名ですけど、いろんなとこからいろんなものが出てますよね。で、例えば Google から、Bard B-A-R-D Bard っていうのも出てますしね。で、これなんかこの間渋谷に行った時にね、こんな風に大きく宣伝してましたね。だからこんなね、 AI チャットがもうこれから世の中にどんどん普及していくと思いますのでね、まあ、これを使わないという手はないと思いますので、ぜひですね、うまく使っていくといいと思います。で、私もね、いろんなチャット
GPT 関係の本読んでるんですけどね、この堀江さんのね、これね、チャット GPT、こんな本だとかね、あと最近ではね、こんなチャット GPT の未来のない仕事とか、まあ、こんな本出てますので、まあ、こういうものを読むと使い方とか、まあ、活用法が分かると思うので、これからぜひですね、チャット GPT をやってほしいと思います。そうすると、まあ、うまく使えばね、教材研究なんかもすごくはかどるし、あとちょっと面倒くさい文章を書かなきゃいけない時にはね、バーッと出してくれますよね。で、実はね、明日から私セミナーがあるんですね。オンデマンドセミナー、産学期対策講座ってのをやるんですけども、まあ、そちらの方でもチャット GPT ちょっと使った文章なんか出てくるんですね。まあ、今までだったらそれだけの文を考えるのも大変だったのが、今ちょっと命令するだけでね、こうバーッと出してくれるので、まあ、それちょっと一部修正すれば使えるようなものを出してくれるんですよ。まあ、そんなこともやってますので、あの明日からのセミナーですけど、まあ、3日間、行う3学期の対策講座なんですけども、まあ、そちらの方はね、まあ、最終日でも全部で1時間半程度ですから、見られると思いますから、ぜひですね、応募していただければ、そのチャット GPT の話もちょっとします。はい、というわけでね、今回は今話題のチャット GPT についてお話しさせていただきました。まあ、今年もね、2024年ちょっとスタートは今日5日ですから遅れちゃいましたけど、また今後頑張って配信していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。